お母さん、お母さん、同じクラスのケンジのお母さんってすっごい若いんだって、クラスの人が言ってた。へえ、そうなの？お母さんは何歳なの？お母さんはね、20歳よ。へえ。いや、何歳で産んだ？子供のピュアな心につけ込む悪徳商法。20歳にしては老けてるね。おいおい、やめとけ。明日から夕飯ふりかけだけになるぞ。子供の無邪気さはたまに狂気にもなる。ってことはケンジのお母さんは15歳くらいなのかな。マジでその辺にしとけ。怒りの鉄槌食らわされるぞ。ケンジくんのお母さんは多分35歳くらいよ。そこだけはリアル。人を蹴落としてまで見栄を張るスタイル。あれ、お母さんは何歳だったっけ？だからさっきも言ったじゃない、お母さんは18歳よ。さっきと違う、年齢下がってる。このまま行くと明日には3歳になってそう。あ、この話はお友達には内緒だからね。冒険もかけていくスタイル、抜け目ない。なんで言っちゃダメなの？お母さんが18歳ってバレちゃったらもうここにはいられなくなるのよ。きっとどこか遠くの島にお引っ越しね。嘘に嘘を重ねていくスタイル嫌いじゃない。僕引っ越したくないから絶対誰にも言わない、絶対絶対言わない、絶対。たかしだけいい？めっちゃ言いたがってる。こらえにこらえて最後本音出ちゃってる。ダメよ、あの子口軽そうだし、こんなことが広まったらご近所さんに嘘つき一家って呼ばれちゃう。いや、俺も含められちゃってる。なんで連帯責任？それよりあんた今日の宿題はもうやったの？課題のすり替えがプロの商業。うん、やったよ。学校で全部終わらせたんだ。じゃあそれ見せてちょうだい。あ、今日たかしと遊ぶ約束してたんだった。行ってきます。この親にしてこの子あり。ツイッターのフォローもよろしく。ねえお母さん、新しく出たゲーム欲しい、買って。ダメよ、うちは貧乏なんだから。嘘だ。いや、見破られてる。今すごい複雑な気分で子供の成長を感じてる。嘘じゃないわよ、お母さんだって本当は旅行行きたいの我慢してるんだから。あれ、もしかして俺に言ってる？さりげなく聞こえるように不満ぶつけてる？でもお母さん、こないだお買い物で。まこと？今日の夕飯はあなたの好きなハンバーグよ。今確実になんかを隠蔽した。お母さん絶対なんか高価なもの買ってる。僕今日お寿司がいい。ダメよ、高いんだから。節約して我慢するってことを覚えなきゃ。これは大切なことなのよ。でもお母さん、こないだお買い物で。今日はお寿司にしましょう。今の熱弁どこ行った？そこまでして隠蔽したい事実ってなんだ？もう真実を知ることが怖くなってきた。ねえ、ゲーム欲しい？あのこと言うよ。味を占めちゃってる。当たり前のように親を脅してる。この子の将来が恐ろしい。もう、じゃあお父さんに聞いて。ねえお父さん、ゲーム買ってほしいんだけど。ゲームくらい買ってあげてもいいんじゃないか？ダメだってさ。いや、さすがに無理がある。ダダダダダークヒーロー。